こんにちは。広島の恥といえば今は河合案里さんですけどもね、河合案里さんは2月3日に、議員辞職をしました。そうするとですね、1月の議員歳費が丸々もらえちゃうというね、これ200数十万とかになるんでしょう。いやさすがですね、ここまで計算してるとはね。1月分の議員歳費が満額でもらえる、さすがは税金泥棒、こういう部分だけは姑息で周到ですね、というふうに、まあ、あるメールマガジンには書かれてましたね。でそんな河合案里さんなんですけども、2019年7月に当選してから、当選っていうのかな、これ買収だからね。で広島の議員込みでもう議員絡みですよ。もう権力まがいですよ、これはね。だから自民党っていうのはこういうことをやる政党ですから、次ね、4月にまた選挙があるでしょ、広島。自民党に入れる人っていうのは不正を認めてる人っていうことになりますよ。もう選挙の段階でズルをするってことは、その後どんなことをやったってそれはね、ズルなんですよ。だから少なくとも不正選挙をしないようにして当選した人が何かをやったりね、失敗したりとかね、なんかそういうレベルではないですからね。最初の第一歩がインチキなんですから、これ裏口入学より立ちが悪いですよ。はい、ということで20ヶ月間に受け取った毎月の議員歳費、文書通信交通滞在費、夏と冬のボーナスなどの合計が4942万6514円となりました。5000万ですよ。ズルして5000万、ね。そして2020年6月に逮捕・拘留されてから1日も働いていませんが、逮捕から辞職までの期間だけでも2200万円もただもらいです。何もせずに日々の食事まで国民の税金というかね、国債で賄われていながら、約半年間で2200万円、この間にお金がなくて職を追われて自死した人、自殺した人、会社を倒産した人、一家離散した人、山ほどいます。でも安穏と2200万を無傷で受け取ってる人もいます。皆さん、こんなにもらえるなら自分も拘置所へ行きたいと思った人もいるんじゃないですかね。そこまでは思ってないですね。でここからが問題なんですけども、河合案里さんはですね、地元の市議らに現金をばらまいて票集めをして当選したイカサマ当選です。で裏口入学どころじゃありません。こういう方がですね、当選無効なわけですから、4月に再選挙が行われます。まあ補欠選挙というも言われるんですけども、今回は再選挙ですよね。でそもそもね、こうやってズルをして当選して、要するにこの議員歳費を盗んでるわけですよ。これ明らかに盗んでますよね。だって当選じゃないわけですから、なのに振り込まれてるわけですから、これは泥棒だと思いますよ。本当に盗賊ですよね。でそれを認める自民党というね、政党がいるということで、そしてそれを今度ね、自民党に広島ね入れた人はそれに加担した共犯だと私は思いますね。自民党に今度4月にあるこの再選挙に自民党に入れた人はね、これみんな共犯ですよ。だってまたやりかねないですよ、これ。今度はバレないように買収をするんじゃないですか。まあそういうふうに有権者としては思いますね。もうね、ズルをするやつは何回でもズルするんですよ。で嘘を貫き通すやつはまた嘘つくんですよ、ね、捜査中なんで答えれませんっていう人は捜査が終わっても答えないんですよ。これ自民党のやり口ですよね。その大ボス の安倍総理がね、まずはインチキの総本山ですからね。だから寂しいですよ、こういう風になって。私もね、生まれついての自民党ファンでしたよ。ですがね、これあかんなと思いましたね、これでは。しかも広島がこんな目にあって、広島の自民党議員、息がかかった人は、まあ買収に本当にね、慣れちゃって、もう買収が当たり前の業務になってるというね。私たちは何のためにね、納税をしたりね、国会議員の作った法律したがってるんでしょうか。何のためなんでしょうかね。まあ森友問題、あの辺も闇から闇、賭け問題、闇から闇、桜を見る会、闇から闇、河合案里も闇から闇、我々下級国民は泣くしかないんでしょうかね。ということで今日はね、負け犬の遠吠えをこの速稼塾の自宅からお届けしました。いやー、もうこうやってね、怒りぶちまけるしかないですよ。ぶちまけても何も変わんないですよ。あと池上彰さんね、池上彰さん YouTube でかっこ悪いマナー講座やってましたね。いや、あれはないんじゃないですかね、YouTube で。あの、なんですかね、そうだったのかでしたっけね、嘘だったのかっていうね、こんな感じですけども、池上さんもね、伝える力が高いだけに、違うことを伝えたら、すごくね、国民にダメージを与えますよね。国の借金が、これから将来世代にツケに回るとか言ってるのも、あんなもん、池上さん、
違うって分かってるでしょ。その上でトランプさんは人権問題に関心がないとかってね、こんなね事実後にこんな偽報道をしてね、恥ずかしくないんですかね。池上さん、私のおじいちゃんが池上さんだったら一家離散ですよ。もう池上さんもね、おじいちゃん嘘ばっかり言わないでくれよ、そんなん今中学生でも知ってるよ、そうだったのかじゃなくて嘘だったのかじゃないかよみたいなね、そのこと言っちゃいますよ私のおじいちゃんだったらね、うん、まあ本当に情けない。緊縮財政論をね唱える人がね、結局はこの GDP を伸び悩まして、まあ安倍総理アベノミクスをね腰折れさせて、私ね安倍さん基本的にね全体的にはすごい人だと思うんですよ。でも嘘をねなんか塗り固めるのは良くない、でそれを許す自民党も良くない、だから総理そこはちゃんと喋りましょうよって言えないんですかね、ミートホープの専務みたいなことを、うん、だからね安倍さんもねものすごく功績が多い人なのに台無しになっちゃうわけですよ。私もね残念ですよ、うん、自民党残念だな、うん、もう支持できないな自民党はな、うん、西田昌司さんがいる自民党なんだけどな、もったいないなというふうなね愚痴でございました。今ちょっとねヤフーニュースを見ながら感じたことを喋ってみました。いってらっしゃい。